曲線をしっかりキープします。でお腹をへこませて体幹をキープさせたら、肩甲骨をぐーっと開きます。ゆっくり3秒で開いて、はい、ゆっくり3秒で閉じていきます。はい、ゆっくり3秒で開いて、ゆっくり3秒で閉じていきます。はい、この時の注意点として動作を行っている時に、お腹の力を抜いて、腰が反ったりこういう状態になったり、はい、お尻が持ち上がってこういう状態になったりにならないように、しっかり体幹をキープしながら動作を行うように頑張っていきましょう。これを10回ゆっくりやっていきます。